世界選手権3連覇中、カナダのパトリック・チャン選手との直接対決に挑みました。今年5月、世界王者との対決について羽生選手は、僕にとってパトリック・チャン選手っていうのはやっぱりまだまだ太陽のような存在だし、まだまだ雲の上の存在かもしれない。だけれども、いつかは戦わなきゃいけない、いつかはその太陽を抜かさなきゃいけない、だったら早く戦って、早く課題を見つけて抜かせるようにしっかりと自分の実力つけていきたいなって思います。じゃあ妥当と言ってもよろしいですか。楽しいですもん、だってそういう人いた方が。羽生選手はチャン選手に総合得点で27点の大差をつけられ2位となりました。自分自身終わってみて、でその直後に見たことによって、やっぱりどれだけスケーティングの差があるかっていうのはすごく分かったんです。すごいなって本当に尊敬の意を込めて見てました。だからこそやっぱりもっと自分もそうなりたいって思いますし、練習していってもっともっと自分を高められるようにしていきたいなと本当に感じました。